では、まあ、とりあえず、ですね。では、改めまして、こんばんはということで、令和5年2月7日火曜日ですね。今日はですね、たびたび大佐の、所用にて、今日、急遽、中3の放送でお送りさせていただきます。ではでは。で、今日2月7日は何の日かと申しますと、本日2月7日はですね、北方領土の日ということで、北方領土の日の言われなんですけども、当時の江戸幕府と、当時の帝政ロシア、ですね、最初に国境の取り決めを行った、1855年、安政元年の、日露和親条約の締結日に、当たるということで、に依頼するということですね。ちょっとね、音とかが突然途切れてることもあるので、もし音聞こえなくなったらコメントで教えてくださいね。でですね、まあ、北方領土の日っていうふうに、まあ、言われてるんですけども、自分はですね、子供の頃ですかね、今こういうのがテレビでよく流れてたと思うんですが、これ見たことある人いますかね。1985年頃の CM ですね。北方領土は瀬戸内、五島、国後、長崎、日本人が住んでいたんだよ。北方領土は日本固有の領土です。つっちーさん、記憶にありません。当時、赤ちゃん。確か僕も、小学校低学年ぐらいの頃にテレビで見たかなっていう記憶があるんですけどね。まあ、CM の、方は音声ちゃんと聞こえるみたいですね。で、ですね、次ですね。これが87年の頃ですね。日本を思う心は一つ。歯舞、色丹、国後、択捉、北方領土は日本固有の領土です。みんなで力を合わせ、返還要求の声を上げましょう。今日2月7日は北方領土の日。これが1987年に流れてたんですね。で、次。これが89年ですね。89年だから、昭和最後から平成になる頃ですね。国後にはでっかい森があって、いろいろな動物がいたな。春になると海はカニでいっぱいだった。要するにもうおじいちゃんのふるさとを見せてやりたいもんだな。歯舞、色丹、国後、択捉、北方四島は日本固有の領土です。で、他が、これちょっと年代不明なんですけど、こういうのですね。でも確かに昭和の頃だと、北方領土に住んでたっていう方が、まだご存命でもおかしくなかったんだろうなという話ですけどね。おじいちゃんの生まれたところどこ？おじいちゃんの生まれたとこ？それはね、すぐ向こうの、島なんだよ。昭和20年、北方領土には1万7000人もの日本人が暮らしていました。でも今はそこに住むことも帰ることもできません。帰りたいな。北方領土の一日も早い返還、それが私たちの願いです。おじいちゃんの生まれたところどこ？おじいちゃんの生まれたとこ？それはね、すぐ向こうの、島なんだよ。昭和20年、北方領土には1万7000人もの日本人が暮らしていました。でも今はそこに住むことも帰ることもできません。帰りたいな。北方領土の一日も早い返還、それが私たちの願いです。まあ、こういう感じでですね、昭和の頃は北方領土についてのテレビ CM も
政府広報として流れてたんですよね。でもこれ、最近、まあ私はあんまり最近テレビ見てないっていうのもありますけど、テレビで見ることなくなったなっていうのが一つ気になるところですよね。今もちゃんと流しゃいいのにっていうのがあるのと、あと個人的に思うのは、北方領土の CM こんなに流してるんだったら、竹島の CM を流せよって言いたくはなるんですよね。でもっと言うと、拉致問題の CM だって流せばいいじゃないかって思いますけどね。こういうことをちゃんとやっていかない今の政府ってどうなんだろうかなということをちょっと感じますね。実際その、まあ、沖縄の問題でよく沖縄がなんかね、唯一の地上戦がとかなんとかそういう話ありますけども、まあ、唯一の地上戦って最近左翼でも言わなくなった話ですけどね。でも、さっきの動画でも、この CM でもありましたけどね。やっぱり、昔、生まれ故郷が北方領土の島で帰ることができなくなっている、墓参りも行けないっていう方ってまだいらっしゃるんじゃないかなって思うんですよね。だからこういう、ね、はっきり言うと、まあ変な、NPO というか、団体に公金を吸い上げるスキームを作るぐらいだったら、こういう CM を出すね、予算もっと使ったらいいのにっていうのありますけどね。まあ、テレビに流せないんだったら、別に例えば、YouTube のね、CM だって流せるわけじゃないですか。まあ、確かになんか YouTube って確か日本外務省のチャンネルとかあると思いますけど、まあ、あれでなんか何ていうのかな、旭日旗の問題についてなんか外務省が発信してたりしますけどね。で、なんか、ね、それを YouTube 広告で出したらいいのに、とか思ったりすることはありますね。こういうのをどんどん流すべきなんじゃないかな、という話です。はい。まあね、で、まあ、北方領土の話についてはね、また、今週のね、明日の水曜日かな。水曜ツヤツヤ作戦さんでも話があるんじゃないかなと思いますので、また話、ね、ラジオ番組聞いていただければと思いますけどね。まあ、今日のお題なんですけども、今日はね、令和の時代に賛美ずかということで、いきたいと思うんですけどね。今日ツイッターちょっと見てたらですね、こんな書き込みがあったんですね。沖大学生自治会って言ってね、座り込みに参加しました。多くの人が不屈の抗議を続けています。辺野古新基地建設やめろ。いやいや、ね、目の前に基地があるのにね、新基地建設ってね、この人たちは目の前にあるものを認めるのかって思うんですけどね。で、さらによくわからないのが、この中国侵略戦争阻止って何と思ってるんですよ。中国侵略戦争って、ね、なんか、日中戦争を誤解してるのかなとか思うんですけど、まあまあ、それについてはと、まあもう話すと長くなるので、もうあんまり言いたくもないですけどね。あと、沖縄を戦場にするな。三里塚の、三里塚の農地獅子の決戦と連帯するぞって。三里塚って、成田空港と、辺野古の基地問題と何の関係があるんだろうかということですけどね。これね。なんかね、日中不再戦、新基地反対。まあ、この人たちにとっては、なんか、領海侵入されるのは、侵略じゃないんだなと思うんですけど、まあ、これ、天安門広場で同じことしてきたらって思いますけどね。うん、まあ、スッチーさんそうでしょうね。少なくとも今の日本の、軍備で中国に侵略するメリットって何があるんだろうと思うんですけどね。そもそも、侵略する必要性もないし、むしろこっちの方が攻められてるんですけどっていう話なんですけど、なんか、ね、うん。あ、そうですね、カルガモさん、軍事空港反対って言ってましたし、三里塚闘争。まあ、なんか、成田空港ができると、なんか、アメリカ軍の爆撃機が着陸するとか言って騒いでたんでしたっけ？なんか、そんな話でしたよね。まあ、成田空港できて、だいぶ経ちますけど、民間空
空港としては活躍してるんですけど、知ってると思いますけど、軍港として活躍してる話は今度聞いたことがないんですけどね。どうもなんか共産党系の人たちの考えることはようわからんと思いますけどね。まあそんな話ですね。で、なんか中央の、なんか真ん中の人のヘルメットとかがね、なんか、今時こんなヘルメット被ってるんだっていう感じですけど、なんか手前のお年寄りといい、なんというか、皆さんくたびれたお年寄りさんの方が、なんか座ってるだけのような気がするんですけど、まあこんなところに座り込むより、お家でゆっくりした方がいいんじゃないのかなと思うんですけどね。まあ、よくわからんと思うんですけどね。で、続きましてこちら。1月29日のなんかあの投稿でありましたよね。なんかこのね、抗議看板がね、なんか、0日に書き換えられたって発表してた話ですね。1月29日ですよ、皆さん。1月29日。この日は本来3129日だったとのことです。ということで、これについてですね、我らが大佐がね、なんか、書き込まれてるんですけどね。そうですね。確かに29日は3129日です。これ、右の写真、覚えてる方は覚えてらっしゃると思うんですけども、大佐が1月の上旬頃に、1月の7日の日だったかに、テント村にやってきた時誰もいなかったけど、なぜかカレンダーにはなんか日数が、カウントされてるのがあらかじめ書いてあるっていうのがありますよね。まあ忘れないように書いてるんでしょうけど、1月29日はなんか3129日っていうふうに、まああらかじめ書かれてるんですよね。だからまあこれはもう結局のところ座り込み日数じゃなくて、まあ開始してからの延べ日数ということなんですよね、ということなんですよね。まあ、これについてはね、このカレンダーについてはですね、当 YouTube チャンネルのですね、令和5年の1月8日のね、動画をちょっと見ていただければですね、面白いことがいっぱい載ってますので、皆さんでまたこの動画見て笑っていただければと思うんですけど、まあ法律より感情優先の人たちよな、ということなんですけどね。まあ、個人的に思うのはね、まあ、この、一応曲がりなりにも新聞記者さんなんでしょって思うんですよね。まあ、なんですか、看板の日数がいたずらされたって言って騒ぐのはまあ、いいですけど、そもそも、ここの歩道に、こんなものを追っ立ててること自体が違法じゃないですか。で、しかも、このテント村のところをちゃんと取材してるのかなと思うんですけど、テントなどを設置するなって、ちゃんと出席禁止って言って、北部国道事務所からの警告看板があるんですよね。だから、まあ、そもそもこの後ろのテント、違法構築物なわけですよね。不法占拠状態なわけなんですが。だから、メディアならね、ちゃんとそこのところも、取材して、記事にしないとおかしいんじゃないのかなとは思いますけどね。まあ、時々なんかアリバイ作りかなんか知りませんけど、地元から撤去要請の苦情が上がってるっていう記事がちらっと出たりはしますけど、まあ、アリバイ見えたところで新聞の端っこにちょこっと囲み記事程度に書かれる程度ですけどね。まあ、ね、テントにね、記者パソコン席なんてあるんですからね、ちゃんと取材したらいかがかなと思うんですが、まあ、ちょっとね、このね、動画ちょっと見ていただきたいんですけどね、まあ、このね、テント村の住人はですね、自分たちにとって都合のいい報道をしてくれる報道機関以外の取材は一切受けないっていうふうに、はっきり言ってるんですよね。で、ちょっとこの動画見ていただきましょうかね。ちょっと長い動画ですけどね、ちょっと見ていただければと思います。ちょっと懐かしい動画なんですけどね。平成27年の頃ですね。これ、実はこの時に見越しましたから、チャンネル桜ですけども、ね、取材させてもらいます。はい。この時はまだテントが、フェンス側であったんですね。一応皆さんにちょっとお話しします、チャンネル桜と申しますけども芝生前で取材をさせてもらいます、ただいま、キャンプ芝生の、ゲート前、来ております、まあ先日
もここでレポートをしましたけれども、この間は誰もいなかったんですけれども、今はこういう形で反対派の人たちがまあテントみたいなのを作ってこういう反対運動をやっているようです。まあ、すみません、チャンネル桜はね、反対派だから取材受け付けないって。取材受け付けませんって。取材では誰か出てインタビュー受けてくれない？受けない、うん、OK、じゃあ分かりました。まあ、今ちょっとお願いをしましたけど取材を、断られました。本当はその意見をですね言ってくれた方が我々も、はい、山城博二さんが、うん、やめてくださいと言って。やめてください、我々関係ないので取材はダメなんでしょ。我々インタビューはダメなんでしょ。はいはい、心の責任者山城と言いますけど、はい、じゃあ、はい、インタビューを受けてください。ここで言ってますよね、ここの責任者の山城って言ってますからね。山城博二さんね、責任者だそうです、ここのテントのね。はい、でこの後ですね、要は、なんていうんですかね、自分たちの都合、ね、に肯定的な報道をしてくれないところの取材は受け付けないっていうふうにはっきり言っちゃうんですね。賛同していただければ断ってます。試合してくれるなら OK ですけど、反対なんだらそれは当然でしょう。日本のために、やってるなら同じじゃないですか。日本のためですよ。いや、じゃあ、取材を受けてください。いや、山城さんですね。いや、じゃあ、まあ、ぜひインタビューしてもらいたい。いや、皆さん、付き合わせに暇ないんで、ちょっと、はい。たくさん議員が来てるんで、省庁も村長も来てますから。だから、まあ、それ、はい、今聞いたのは、取材できないかどうか。それは正式にダメだってことですね。はいはいはい。はい、それ、ここの責任者の、山城さんが会うだということですね。わ、はい、かりました。じゃあ我々はじゃあだからもうレポートするだけです。ここはお聞きください。いや、お一人じゃなくて、はい、私たちはここで我々自身の取材をやります。ね、皆さん取材を受け付けてくれないのはインタビューとかそういうのを受けられないのはわかりました。それは強制できませんから。だけど我々はここで今のキャンプ芝生のね状況というのは報道機関としても取材をするし。賛成派だから取材ができて、反対派だから取材ができないとか、そういうことはありえないですから、はいはい、ここは日本の自由の国ですから。はいはい、はい、それはそう。はい、ということで、我々は、ここは、ここで、取材をやります。Okay. 皆さんには、頼んだけどダメだったということで。迷惑かけませんよね。迷惑なんかかけるって、どうやったら迷惑かかるんですか。そう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 、迷惑どうやったらかけるんですか、我々が。かけようがないですよ。かけないでしょ、はいはいはい、ここは自由にどうやろうと構わないんだから、ね、反対行動の障害になるようだったら反対行動の障害ってのはどういうことですか。ちょっと具体的に我々邪魔するつもりないけど、okay, okay. それ例えばどういうことやったら邪魔になるんですか。判断します、はい、判断します、okay. ね、はい、ここはね、行動だし、正直言うとここは行動だし、我々ちょっと疑問持ってるのはね、本当にお聞きしたかったのは、こういう行動にこういうものを立てちゃっていいのか、これ違法な行為じゃないかと我々思ってるわけですよ、はいはい、ね、それも基地のこういうものを実際で言うと、はいはい、ね、器物の損壊に当たるんじゃないかと思うことが入ってきたと入って、ね、だからそれを聞きたいわけなんで、オッケーオッケー、テント入って、はい、大丈夫なんですか。具体的に違法な行為かどうかっていうのを、まあ、実際お聞きしたかったんですけれども、残念ですけれども、こちらでは取材は受けていただけないと、インタビューを受けていただけないということはそうです。私たちはいろんな意見を尊重したいと思います。それなので彼らの意見も本当は聞いてみたい、いうことなんですけども、まあ一つ疑問に思うのは、こういうものが行動に、常時置かれていいものかどうか、これは大変疑問であります。これは一種のこれ交通の邪魔にもなるし、常時という形でこういうものを設置していいのか、それから一つ法律で言えばここの、こういうものを貼ってあること、これは現実的には器物損壊の疑いもある、そういうことが考えられるわけです。だからそれに対して、皆さんに本当にお聞きしてみたかった。私は反対運動をやることは全く構わないと思います。基地反対をするのも一つの意見です。これは当然いろんな意見があっていいと思います。しかし違法な行為をしてまでこういうことをやっていいのか、かえって逆に多くの国民に誤解を生む、違法行為をやる人たちが反対運動をやってる、
そういう形の誤解を受ける恐れがあるんじゃないかと思うわけであります。だから本当はこのことについてインタビューをしてみたい、お話を伺いたいということだったんですけど、残念ながら拒否をされたわけであります。まあ、それも無理に取材を受ける必要もありません。それも自由であります。我々の国は自由な国であります。しかし一つだけ言っておきたいのは、違法行為は許してはならない。私は警察に対しても疑問を持ちます。我々は様々な政治的な主張をする権利はあります。様々な政治的な主張があっていい、基地撤去や基地反対をすることも大いにこれはあってもいい。しかし違法行為をしてはいけないんじゃないか、非常に私は疑問に思うわけであります。残念ですけど、今いろんな形でこういうアピールをしている皆さんが違法行為をしているんじゃないか、インタビューさせていただきたいが、残念ながらお断りされました。それも自由であります。誠に残念。堂々と日本国民ならこのことについて説明もすべきだし、釈明もすべきである、そういうふうに思うわけであります。はい、まあそういうことなんですよね。いや、都合の悪い事実をね、報道のしない新聞社が果たして公正なメディアって言えるんでしょうか。私は疑問だとは思いますけどね。まあ個人的なことを言えば、まあ新聞社がまあ偏るのは当然だろうとは思います。人間は記事を書くわけですから、まあ必ずそこのね、まあ社の色っていうものが出るに決まってますからね。ただ一応沖縄の2社って新聞社って一応社是として公正な報道を心がけるメディアみたいなことを、まあ社是みたいに掲げてますけど、まあそれでこういう不都合なことを報じないっていうのは、その社是下ろした方がいいんじゃないって思いますけどね。まあ、だからこそまあこういうところに記者パソコン席なんて設けられてますけど、まあ活動家の機関誌って呼ばれちゃうわなっていうふうに思いますけどね。ちなみに三島社長が行かれた時、当時2014年とか15年の頃だったと思いますけど、あの頃はまだあのテントが、陸側のテントが米軍のフェンス側の方に建てられてたんですよね。でさすがにちょっとフェンスにポール突き刺してテントあんなことを構築するのはもう明らかに違法行為ですからね。で本体は撤去しろっていう話で撤去することになったわけですが、その後資材置き場として使わせてくれっていうのが今に至るという状態なんですよね。まあこういう反対運動をするなという話じゃなくて、別にこのね、テントいないんだったら片付けて帰ればって私は思うんですけどね。その時点でなんか多分これ遠くから来てる人たちだなっていうのがわかるんですけどね。はい。ということで、ニコも言ってます。迷惑行為はダメだにゃということで、はい。で、ついでにですね、まあ最近、まあいろんなところで、ね、飲食店で迷惑行為働く人がいますけども、ちょっと最後のスライドになりますけど、こちらですね。ちょっとツイッターで上がってましたけど、確か、ケドコンさんが以前なんか親しいお年寄りの、ね、沖縄のお年寄りがやってる、個人でやってる農家の野菜をね、置いてる無人販売所の野菜が取られて困ってるみたいな話してたと思いますけど、ツイッターにこういうのが上がってたんですけどね、野菜の無人販売所にこれを増設したけど、常習犯には効果がなかったと。10円を入れて持っていってしまうって言って、常習犯以外に対する効果を期待しているしかないっていうことで言って、ちょっと嘆きのツイートをちょっと見かけましたけど、まあ、泥棒はダメでしょうと思いますけどね。一応、まあ本当はこういう動画を、ね、証拠を揃えて警察に捜査を依頼するしか手がないのかなって思うと、ちょっと、まあ、ボギーさん書いてますけど、わじわじしますねっていう感じがしますね。泥棒はダメですよということで。はい。で、ではですね、本
本日ちょっと、音声が、なんかおかしかったみたいで申し訳ありませんけれども、本日の、中さんの言いたい放題、これにて終了させていただきましたけれども、また、YouTube チャンネルボギーのご視聴、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではですね、本日は、これにて失礼いたします。それでは、失礼いたします。